平野の仕様、業界内で驚異的な対等スノーマンメグロハスのピンチを逆転。ジャニーズの若手注目株であるスノーマンのメグロハスが急速に厳しい状況に追い込まれています。これまで業界内で頂点に立っていた、ですが、最近の出来事はその地位を揺るがすものとなりつつあります。一方、その対照的な展開を見せているのが、戸部所属の平野仕様です。 彼はテレビ局からのオファーが殺到し、業界内でぶっちぎりの存在となっています。平野仕様のスーパースターへの躍進。平野仕様はジャニーズ事務所を離れるという大きな決断を下しました。その後、新社長の東山則之の声明によって、彼の地上並出演への道が開けました。これにより、 テレビ局は彼に対して積極的な姿勢を示し、数々のオファーが舞い込んでいます。メグロハスが苦境に立たされる中、平野紫仕様は業界内で急速に躍進しています。平野紫仕様の実績と人気。平野紫仕様は過去に TBS 金曜ドラマ枠で主演を務め、高視聴率を記録しています。 花のち晴れから花男ネクストシーズンからや末光警察ミッドナイトランナーなどのヒット作品を生み出し、その演技力と人気は格好たるものとなっています。これにより、彼のもとには多くのドラマ出演オファーが舞い込んでおり、その評価は業界内で急速に高まっています。メグロハスの屈強とドラマの失敗。 一方で、メグロハスはジャニーズ事務所の性加害問題の影響を受け、広告契約の打ち切りやテレビ出演の見合わせといった厳しい状況に直面しています。彼の主演ドラマ、トリリオンゲームも大失敗に終わり、メグロの演技に対する評価も低下しています。これにより、彼の地位は急速に揺らいでおり、業界内での立場が大きく変化しています。 業界内の反応と二人の立ち位置の逆転。業界内では以前はメグロハスが圧倒的な人気を誇っていましたが、今やその地位は平野仕様に完全に奪われつつあります。メグロがドラマの計画を進めていたチームですら、平野の起用を検討しているとの報道もあります。このような状況下で平野仕様の立ち位置が急速に逆転し、 彼の存在が業界内で際立っていることは間違いありません。平野仕様の台頭が業界に新たな風を吹き込む。ジャニーズ内での様々な動きと事件により、業界内でのタレントの立場が大きく変化しています。平野仕様はその中でも躍進を遂げ、彼の存在は業界に新たな風を吹き込んでいます。 一方、メグロハスの苦境は彼の将来に暗い影を落としています。この激動の時期において、平野仕様の台頭が業界内で大きな注目を集めており、彼の今後の活躍がますます期待されるところです。